皆さん。じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、誰でも簡単に作れる高効率のコーラスフラワー自動収穫機の作り方をご紹介します。5分で作れて、1時間に40個前後のコーラスフラワーが手に入るよ。もうコーラスフラワーには困らなくなる。というわけで、早速作り方について、解説したいと思います。早速解説解説。まず、必要素材を確認しましょう。特にレアなアイテムはないよ。割と低コストな方だね。足場ブロックは仮ブロックで代用化です。では、早速装置を作っていきます。まず粘着ピストンを地面に設置します。そして、粘着ピストンの上にエンドストーンを設置する。そしたら次は、地面に2マス穴を掘ります。奥の穴の中にリピーターを設置するぜ。リピーターは3回クリックして最大遅延させておいてください。リピーターの手前にレッドストーンダストを設置するよ。こんな感じになれば OK です。続いて、穴から1マス間を空けて、地面に足場ブロックを5個設置する。足場ブロックは仮ブロックで代用化です。そして、下から2番目の足場ブロックに、音符ブロックを設置。音符ブロックの下に、オブザーバーを上向きで設置します。こんな感じ。そして、下から4番目の足場ブロックに、ディスペンサーを設置します。ディスペンサーの下にオブザーバーを上向きで設置。こんな感じになれば OK です。そしたら、足場ブロックを登ろう。そして、ディスペンサーの上に、建築ブロックを1個設置する。こんな感じになれば OK です。あと3箇所同じ作業を繰り返すよ。こんな感じになれば OK です。そしたら次は、粘着ピストンを中心に建築ブロックを設置して、5×5 の四角形を作るよ。こんな感じです。建築ブロックの間の穴を埋めます。続いて、音符ブロックの左右に2個ずつ建築ブロックを設置して、壁を作るよ。こんな感じです。あと2箇所同じように建築ブロックを2個ずつ設置します。アイテム回収槽を作る場所は建築ブロックを設置せず開けておいてね。そしたら次は、エンドストーンの上に足場ブロックを4個設置します。足場ブロックを設置したら、足場ブロックを登ろう。そして、建築ブロックの上に飛び乗ります。上から2番目の足場ブロックに、オブザーバーを下向きで設置するぜ。そして、1番上の足場ブロックに、粘着ピストンを設置します。粘着ピストンとオブザーバーの向きを間違えないように注意してね。そしたら下に降りて、粘着ピストンに上向きでオブザーバーを設置します。こんな感じになれば OK。あと3箇所同じ作業を繰り返します。こんな感じになれば OK。足場ブロックは撤去しておこう。続いて、アイテム回収槽の対角線に、水を設置します。こんな感じ。水がアイテム回収槽へコーラスフラワーを運ぶよ。最後の仕上げです。ディスペンサーの中に、ヤカ雪玉を入れておきましょう。ディスペンサーには1スタッフほど矢を入れておけば OK。ただ、長時間放置するつもりなら、できるだけ多くの矢を入れておいた方が良いです。我々は一応フルで入れておくぜ。これでコーラスフラワー自動収穫機完成です。超簡単。ここからは、推奨の作業をご紹介するよ。まず、水が流れていない建築ブロックを削ります。そして、動画のようにチェストを設置して、チェストにホッパーを設置する。こうすると、インベントリがいっぱいになってもホッパーがコーラスフラワーを回収してくれます。続いて、地面に5個足場ブロックを設置して、足場ブロックを登ろう。建築ブロックに飛び乗って、ディスペンサーにホッパーを設置します。ホッパーの上にチェストを設置しよう。あとはチェストの中に矢または雪玉を入れると、より長い時間放置することができます。矢の方が雪玉より多く入れられるのでおすすめ。矢は再回収できるのも良いですね。矢や雪玉が無限に手に入る装置の作り方は動画概要欄のリンク先の動画を参考にしてください。そ
装置が完成したので、装置を稼働してみよう。稼働の仕方はめちゃくちゃ簡単です。ホッパーの上に立って、右クリックでエンドストーンの上にコーラスフラワーを設置するだけです。コーラスフラワーが成長するとオブザーバーが感知して、信号を発信。信号を受け取ったディスペンサーが矢を放って、コーラスフラワーを壊すよ。粘着ピストンでエンドストーンの上のコーラスフラワーを取り除きます。シンプルで無駄がない素晴らしい装置だな。右クリックを押しながら F3 プラス T を押すことで、完全自動化できます。赤い画面が出たら右クリックを離して OK。あとは好きなだけ放置すれば、無限にコーラスフラワーが手に入ります。消費量より入手量の方が多いから、コーラスフラワーが足りなくなることはないよ。では1時間放置して、どのくらいアイテムが手に入るか確認したいと思います。AFK、AFK。1時間経ったので、結果を確認したいと思います。インベントリに余裕があると、チェストではなくインベントリにアイテムが入るな。ちょっと整理します。結果発表です。1時間でコーラスフラワーが35個、コーラスフルーツが35個手に入りました。最初に3個コーラスフラワーを持っていたので、数を引いているよ。1時間で30から40個のコーラスフラワーが手に入ります。完全放置で手に入るので、エンドで入手するよりもはるかに楽です。超簡単に作れて高効率。作ると超便利な素晴らしい装置です。感動。コーラスフルーツも手に入るんだけど、入手量は少なめなので、コーラスフルーツは別に収穫機を作った方が良いよ。コーラスフラワーとコーラスフルーツ自動収穫機はセットで作ることをおすすめします。コーラスフラワー収穫機でフラワーをゲットして、コーラスフルーツ収穫機でフルーツを入手すれば完璧だな。フルーツ自動収穫機の作り方は概要欄にリンクを載せておくので、ぜひ作ってみてください。非常に便利ですよ。フルーツ収穫機はトロッコに乗らなくても、こんな感じでフルーツを設置しておくだけで実用的だよ。矢がフルーツを壊したら、サイドエンドストーンの上にコーラスフラワーを設置すれば OK です。コーラスフラワーはディスペンサーの下以外に生えた時、自分で素手で壊すようにすると、収穫量が上がるよ。こうするとフラワーが足りなくなることはなくなります。おすすめ。というわけで、誰でも簡単に作れるコーラスフラワー自動収穫機の作り方解説動画でした。いかがだったでしょうか？今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。他にもマイクラの動画をいろいろ投稿していますので、よければチャンネル登録や高評価、Twitter、メンバーン。それでは皆様、最後までご視聴、ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。